おや？どうしてマスクを？そうだな。あやつらの実力がそうなれば、確かに容易に正体を晒すべきではないな。お前の機転が効いたおかげで、では、引き続き進もう。彼らには、私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。少し前にセピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうか、もう少し早く歩けないのか？無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければみっともないからな。やっぱりファデュイだ。やっぱり？城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。武力はあるが教養がない。まあ取引の対象と。待った、この者たちは。話す必要はないと思うが、私が連れてきたんだ。客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けば老練。しかしこのことは機密中の機密、用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無礼。偉そうに。こいつに何ができるって。分かった、入れ。貴族のメンツって便利なんだな。当然だ。これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目配せ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。こいつどこかで会ったような。こいつは信用できないもん。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って彼を信じてもらって構わない。我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させ、それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺でか。それはありえない。彼は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。騎士団の人間はこの死のことを否定し続けてきた。その小さいのも。オイラがどうかした。もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか。誰のローレンス家の支援がなければとっくに騎士団に追い出されていただろう。貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。分かった。本題に入ろう。約束していたもん。ああ、当然ここにある。どれどれ。なんでこんなに。なんだと。それは私が長時間かけてコツコツと。それにそれは四角や丸ではない。まあいい。当然だ。あの建物の所有権。ああ、互いに利のある取引な。この情報は存分に使わせて。安心しろ。その時が来たら、私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治。帰る。最後に一つだけ忠告だ。軽率な行動は。ではこれ。急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間。私。そういうことをも長きにわたり計画してきたのに、こんなことでバレるなど。待っていろ。
やはりこうなった。しかし情報は確かに。あいつら別々の方向に逃げたぞ。中は行き止まりだったはず。先にファデュイを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。それだけか。シューベルトを捕まえないぞ。くらえ。即決。いいか。まだ分かってません。強打させるなよ。我が命を聞きたまえ。くだらない。くらえ。逃がさぬ。散れ。岩山八九。救急如立了。扉が開いたぞ。早く。離せ。自分で歩ける。どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさかこやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか。しかしそれに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語と。ああ、そんなこともあったっけ。それでそうしちゃいけない理由。お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。まだセピロス騎士などとんたわけが。いいか、私はお前の叔父だ。お前はローレンス家。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士。そうすればお前のため。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって。もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければ。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったと。お前怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分が一体どれほどの人に迷惑をかけるか、そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人。私に説教しようというのか。そうよ、説教しているの。おじさんがも、私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験した。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力。ローレンス家は絶対に。おじなんておぞましいんだ。情緒不安定に。何を言っているかわからないわ。君たちが動いたということはもう決定的な証拠を。さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんが、ただの自堕落な中年かと。ひとまずその地図を回収し。
盤石。これでも食らえ。まだ始まったばかりだ。さあ剣を入れよ。痛い。やった。くらえ。チャージ。よっ。ここで回避しよう。結霜せよ。やっ。それ。へい。これは。生だ。それ。暗く。この剣はわかるかい？剣刃全表。はっ。やっ。やっ。くらえ。強狼のようにうなれ。左右ルコ。剣女盤石。消えろ。無駄だ。ひゃっ。せ、やっ。だ。満ちれ。はっ。無能。無能。天道、ここにあり。おとなしく捕まれ。ひゃっ。へっ、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 サメ描きがたし。剣を入れよ。西洋の無能。ここだ。ここだ。ここだ。我が命を聞きたまえ。くらえ。逃がさぬ。くらえ。この剣はわかるかい？無駄だ。くらえ。知れ。
ここだ。黙れ。へっ、無駄だ。次は、いでよ。ガンザン八九。剣を入れよ。へっ。ここで回避しよう。えっ、百つくらい。逃がさぬ。この剣はわかるかい？無駄だ。これね、追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど、少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることも容易にできないはずよ。ファデュイがお前のおじ…確かに。でも操り人形を通してモンドを支配するのではなく、単純に攻めるだけならこんな回りくどいやり方をしていなかったと思う。いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えない。とりあえずこのことは私から代理団長に報告しておく。そうだぞ、現れるタイミングがバッチリだったぞ。それは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょ。だから今回は君に復讐するために来たのよ。手柄を奪われたのなら。ひひ、ここまで長い時間一緒に、本当はうすうす気づいてたんだろ。それで、オイラたちとお前のおじさんを心配して。復讐しに来たの？勝手に私の意思を曲げな。でも小さいの。見た目は賢くなさそうなのに、この恨み、覚えておくわ。見た目は賢くないって、二人とも。これで私たち君たちが灰になっても絶対に忘れな。おう、かかっその息よ。じゃあ、ま、もちろんまた会えるわ。